阪神は2日、パリ五輪で金メダルを獲得したレスリング女子76キロ級の鏡優香、22イコールサントリーが3日の中日戦、甲子園でファーストピッチセレモニーを行うと発表した。鏡は女子最重量級で初の金メダルを獲得。浜口京子が2004年アテネ、08年北京大会で銅メダルを獲得して以降、 表彰台から遠ざかっていた階級で異名を成し遂げた。岡田阪神は一日の巨人戦、同、27回裏終了後を追うコールドゲームで逆転負けを喫し、首位広島との差は今季最大の午後ゲームに広がってしまった。世界の頂点に立った金メダリストから、力水、をつけてもらい、虎が再加速につなげる。